斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、立憲民主党県議らで作る県議会第4会派、兵庫県民連合が斉藤氏に対する不信任決議案を9月議会で提出する方針を固めたことが31日分かった。県民連合の向山志法政調会長は最大会派の自民党などにも同調を呼びかけるとし、百条委員会の尋問でも知事の説明は変わらなかった。 議会として全員一致で不信任を突きつけたいとしている。不信任決議案をめぐっては、前回知事選で再藤氏を推薦した日本維新の会共同代表の吉村博文大阪府知事が、100上位の内容次第で提出する可能性を示唆。幹部が31日午後に兵庫入り試験議団と協議する。